やっぱりね、はい、キャシー先生のその一つ一つの言葉が我々の持ってた常識の狭さっていうのを教えてくれますね、はい、なんか先生と話してるだけでこう世界が広がってこう頭がパーンとするような感じでこう広がっていくんですよ。心の解放というか、なんかその常識、自分たちがその正しいと思っている常識が実はあの自分の心を狭めている狭めているんだなっていうことを気づかさせてくれますね。ですか、はい、やっぱね、あのね、そういう困ってる時ってこう、うん、スッと入ってくる言葉ってあるじゃないですか。やっぱそういうのをやっぱ大事にしてるんですよね。なるほど。別に僕困ってるわけではないんですけどなんか困ってるわけじゃないから別にその悩めてる子羊でもないんですよ。なのに先生の言葉を聞くことによってなんか解放された気分になってそのあ、俺がその普通に思ってた常識って実は全然常識じゃなくてすごいただ自分のワールドを狭くしてるだけなんだなっていうのにこう改めて気づかさせてくれるんですよ、ね。まあ、これはやっぱりコメント欄でキャシーさんで、キャシー先生出ないんですかみたいなのを、言ってくるのもやっぱり、はい、まあそうだよね、欲しがるよねってなりますよね。新たな世界を、そう、新たな世界を。でもちょっと今ね、はいはい、長野にいないんで、はい、あのキャシー先生が長野に帰ってくるのに大体3万円ぐらい、そうですね、かかっちゃうので、オーロ袋、そのなんかキャシーさん出ないんですか出ないんですかあの出ないんですかじゃないんですよね、はい、出してくださいっていう感じなんですよ。なんでそのやっぱ3万円ぐらいのスーパーサンクスがたまらないともうキャシーさんは長野に帰ってくるので撮影ができないんですね、そもそも。なんでその出てほしいとか出ないんですかって思ってるのであればやっぱそのぐらいのことをしていいと思うんですよ。だって欲しい、出てほしいですよね。あのこのじゃあこのゴーグルが欲しいってなった時にお金払うじゃないですか。そうキャシー先生に出てほしいって思ってるんだったらなんかそのお布施をするのはなんか当たり前なんじゃないかなと思うんですよね。でまあ3万円ぐらいで多分帰ってくれるんですけど、まあ実際はその Google と多分皆さん iPhone とかでやってると思うんで Google と Apple に半分ぐらい持っていかれるんですよ。で3万円入ったとしても1万5000円しか入ってこないんですよね。片道分になっちゃうんですよね。そうなんですよ。でまあそのなんでこいつ金せびりやがってって思うかもしれないんですけど、じゃあ残りの1万5000円はもう僕が出しますよ。まずはみんなが求めてるものに対してね、僕はお金を払ってまで動画出してもいいですよっていうそのスタンスなんですやっぱりそれが本来のこうそう経済のね、回さないといけないんですよ。で皆さん、キャシー先生にね、出てほしかったらスーパーサークスの方よろしくお願いしますじゃあ早速ね、滑りましょう。先生お願いします。子供の前でちゃんと止まれましたからねちょっと今先生ポチポチぶつかるんじゃないかなと思ってちょっと怖かったんですけど、あの前行こうか後ろ行こうかってなった時に、はい、やっぱキッズってこう、キッズはこういつでも前のめりなので、あ、じゃあ後ろに来ることはないなと、あ、なるほど、判断して。でもやっぱり、はい、さっき前回の動画でも言ったと思うんですけど、はい、大切なのは原則先生さすがですね、有言実行じゃないですか先生は伏線回収がハンターハンターの富樫先生並みの素晴らしさですね。すぐ回収する、すぐ回収する、すごく自然に狙ったわけでもなく、すごいですね。巻き散らかさせる皆さん、この動画まだリフト1本乗っただけです。さすが、さすがキャシー先生、素晴らしい、ね、全部もう全部トレーナーから止まらない履きましょう。そうですね、今日はちょっと履いて、やっぱりその両足履いた滑りを体が信じゃう見たいと思ってるんで、まだずっとワンフットなんでちょっと先生のね本気の滑りを見せてください。ちょっとね、はい、なので行きましょう。先生
ですね、さすがですね。もう、はい、出てました出てましたよ、元気に動いてました。躍動感取り戻してました。よかったです。先生すごいですね。なんか久しぶりに見て感動しました。さすがですね。あの、なくしたものはすぐ取り返さないと。肘、あの肘の動きだけで僕の世界観が広がりました。なんか僕もあの肘を動かして練習しようっていう気持ちになりました。やっぱそれによってね、スタイルも出るし、躍動感も出るし、やっぱあのほら膝とか、はい、その上体とかで、はい、まあ、腕をこう上げたり下げたりとか、なんかその僕、はい、普通のなんか一般常識っぽいハウトゥーでは出てくるようなことをなんかもうその肘の動きだけで全部払拭してくれるような新常識、体のバランスは肘で取れるみたいな。なんか違いますよね。もう動かせるとこ全部動かってね。実際その肘の動きでね、はい、完璧にバランス取ってますもんね。転んでないですから、ね、肘をクッて動かすだけで。やっぱね、でもそこを膝を曲げたり伸ばしたりとか、なんかすごい大げさな動きで、そのバランスを取るっていう作業をほとんどの方がしてると思うんですけど、先生ぐらいになるとね、肘動かすだけで全部解決。そうです。私の両手にかかってますから、私の滑りはやっぱ違いますよ。さすが先生。スノボって全身使う動き、あの全身使うスポーツだから、ね、指の末端までどんどん動かしてから、うん、先生ちょっとリフトの上でも、ねはい、軽快なトークをお願いします、はい、よろしくお願いします。もう7分も取ってるのに、ね、あのスコアだけで。まあ、まだあのリフト1分分滑ってないですよね。先生さすがです、さすがです。ありがとうございます。リフトも止まっちゃった。リフトも先生の話を聞きたいと、少しでも長く聞きたいからリフト止めますよ。先生さすがですね。やっぱりね、今シーズン初めて会うんで。